中学2年星空みゆき遅刻間際に出会ったキャンディーバッドエンド王国暗躍助けてプリキュア笑顔を守れ茜ナオンレイカ弥生メイクで変身伝説の戦士5つの光が導く未来5人がいればウルトラハッピー悪の皇帝ピエーロ復活終わりの始まり世界が絶望強すぎヤバすぎ地球が爆発白紙の未来が黒く染まる諦めかけた瞳にミラクル絶対未来を諦めはしない涙で前が見えないとしてもまっすぐ進むそれがプリキュア。